皆さん、こんばんは。今日のゲーム紹介動画3本目は、高長者モスしキング、グレイスチャンピの道、DS。ということでね、3本目になります。いや、今日もね、いろいろとゲーム紹介動画できて、よかったかなと思います。まあ、特にね、もう、初代も語ることないんだけど、リメイクされたらいいな、リマスターされたらいいな、っていうことぐらいかな。で、またね、<laughs> 買いましたよっていう情報があって、最安値が出ました。多分、俺が聞いた中で最安値、50円。 どこで言ってたのって言ったら、なんか、ジャンクコーナーっていう、ゲーム屋さんのジャンクコーナーみたいなので、返品対応不可って書いてるところに、なんかソフトのみで置いてありましたって言ったから、えっ、ー、と、箱とか説明書なかったのって言ったら、なかったですねって。ソフトがバーンって、なんか50個ぐらい入ってるんですよって言ったから、ああ、そうなんだって,言って。あとはか何のゲームソフトがあったあった。わかんなかったけど、ポケモンダッシュとかありましたよって言ったから、ポケモンが、ダッシュ50円で安いなと思って。ただ、あの、電源が入らなかったりとか、しても、 責任は取りませんっていう。で、確認はできないのって言ったら、あ、自分で、あの、DS とか本体持っていけば、一応挿してみて、動くかなってのはできますよ、つって。あ、やったのってあの、許可取って店員さんに、ちょっとこのカットリッジ動くか、調べてみな、ま、調べてもいいですかつって、あ、自分の機械を使うならどうぞみたいなことをわれたんで。カード入れて、DS カード、あ、ちゃんと読み込むな、つって。で、2、3個調べてみたけど、大体動いたから、みんな動くんじゃねえのつって。にしても50円は安いよね。 100円は見たことあるけど。でも俺のね、地元にも、その、ハードオフっていうのがあるんだけど、そこに、ジャンコーナーみたいなのが、たぶそこと同じかな。そこで俺も50円のを見たことある。あの、3DS でもね、たまにね、パズドラとかがね、50円で言ってるう時ある。パズドラ50円か、安いなーと思って。うん、あと、モンスターハンターの、4G が50円の時を、見たことある。4G50 円ってどういうことよだと思って。だって、一時期あれってさ、 中古でも4000円とかしたんだぜ。新品で5000円くらいだっけだって、このゲームだってね、定価4800円くらいだからね。ムシキングも。いや、安くなったもんだよね。時代の変化だよね。でもこのゲームも,も発売してからもう20周年経つのかなそうそう。このゲームって、発売したんだろう。2004年くらいかな ?5 年くらいかなあの、シキング自体が2003年なんだよね。 多分、2004年とかじゃないから、もう資金が稼働してから1年、2年ぐらいじゃないかな。どっかに書いてないかな。なんか多分探せば出てくると思う。なんかさ、どっかにさ、2000何年だよって書いてあればいいんだけどな。いた感じ書いていいな。うん、書いてない。うわ、調べたら出てくるよ。あの、ネットで調べたら出てくる。 ググれば出ますってやつですな。50円安いなあと思って。まあ、カードとかね、説明書とか箱とかなくても良ければ。で、やってみたなんて、したら割と面白かったよただ何回か負けて、なんかストーリーが進まなくなったとかしてたから、うん。まあ、じゃんけんのね、強さでもあるし、カードの強さでもあるから <coughs>、いくらじゃんけん強くてもやっぱりカードが弱かったりとかすると苦戦するし、でも、極端な話、どんなに強いかと思ってもじゃんけんでも負けでも負けだからね。 極端な話、カブトムシでも、カブ、あの、カブトムシだけでもさ、ジャンケンで全て勝てば勝ってるからね。一応。ただ勝つのがめんどくさいだけで。あの、カブトムシだとダメージ当たるのが少ないんだよね。ちゃんと技カードとか、言えないと。でも、多分、5回連続ジャンケンで勝てば、相手、倒せるんじゃないかな、1匹目は。 ひささだとか使わなくても。ひささだ2回あた買ってれば勝てるんだっけ確か。よく覚えてねえわ。なんかその高貴族によるんだよね。あの、マックスカスタマイズっていう超ひささだとか、結局ひささだとか持った虫でひささだ当てると、大体確定2発。うん。あの、相手がサタンオオカブトっていう体力の多い虫の場合、死なない場合あるけど。うん。カブトムシのスーパートルネルソローで、ヘルクエスオ,オカブトが確定2発だったのを覚えてる。 あと、高カザツオーすオブカブトのローリングドライバーで、確定2発だったのも覚えてる。なんかよくそういうの覚えてる。中にはね、あの、最後の地下と、必殺予告と、究極必殺技で確定一発っていう方法もあるけど、まあなかなか決まらないよね、あれは。一応あるんだよ、そういう方法が。自分の体力が少ない時に、攻撃力が上がり、必殺技を予告して、予告通り必殺技で勝つと、 相手に大ダメージを与えられるっていうね。割と必殺予告好きで使ってたんだよね。一応あのね、コンピューターをね、あの、はめることができるから、CT は必殺予告で相手の手を読んで、コンピューターをはめるっていうのが <laughs> いい遊び方だったかな。割と定番の遊び方だった気がする。でも、コンピューターのパターン覚えたからね、大体はもう、 まあ、そんなかん、こんなんでね。なんかゲーム出張とかとかしたいんだよな、本当は。機材とかそうやっていつかやるか。時間があるときな。時間と、機材といろいろ準備が必要だけど。まあ。それはそれで面白いことなんだろうな。本当に時間が取れれば、やりたいなと思います。まあ、そんなこんなんでね。ゲーム紹介とかも、なんか、長く続いてるけど、もう、 そろそろ200いくよね。今180いくつだっけなんか1日3本撮ってるからさ、通常の3倍早く進むんだよね。うん、まあそんなこんなでね、うん。楽しくやれました。まあ、いろいろね。うん、これからも無理せ頑張っていきたいなと思います。まあ、とりあえず以上かな。 足が映った。あははははははっはっは見なかったことにしましょう, <laughs> 今しの <laughs> ンンう。今足伸ばしたら足が映ったぞ。はっ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 は。はっはっは。ハプニングかハプニングってことでもないか今足を伸ばしたら足がスッて映って、今さ、こうやって映ったよね。足が <laughs>。やべえ、受けたんだけど今うん。いつか顔が出たりとかしないように気をつけなくっゃな。まあ、画面を、 なっちゃうから、下に向けてるから上に向けない限り俺の顔は見えないと思う。内カメラとか入ったらうどん前だね。まあその前は多分、うん、うん、あの、カットすると思う。取り直しすると思う。それは多分ないな。いかなんでも、いかなんでも多分顔がいやもうわかんないからね、例えばさ、なんか、教師にさ、鏡かなんかにさ、反射して俺の顔が映ったりとか。まあ俺顔バレても別に困んないんだけど、俺自分で言うほど、あの、自分の顔悪くないなと思ってるから、 <laughs> お前はナルシストかって言われ。あの、イケメンではないんだけど、多分ブサイクとかではないと思うんだよね。<laughs> 普通面だと思う、うん。たまにイケメンとかって言われるけど、イケメンではないと思うんだよな。ただ、自分の顔が、晒らされるのが嫌だとか、なんか、見、うん、割れするのが嫌だから顔出さないだけだって、別に顔に自信がないわけではない。もし仮に、そうだね。仮に、登録者が、 6413人。もし、キングになったら、顔出し配信でもしようかね。っていうこともできるかもしれない。かといって、俺が、俺の顔見たいがためにさ、一時的に登録してさ、後で登録解除とかするのをやめてね。<laughs> そんな <laughs>、釣り上げたくないからさ、登録者しをし。まあの、自然とね、自然と、6413人になったら、まあ、顔出し配信とか、いつかやるかもしれないね。うん。まあ、たぶんでも、6413人いかないと思うんだよね。そもそもだから、 あの、チャンネル登録してねとか言ってないから、いいね欲しいとかないからさ、あの、今のね、言葉を真に受けて、よし、6413人集めようぜっていうのはなしな。あの、そんな集め方されても嬉しくないから。自然と俺の、あの、トーク動画とかゲーム紹介動画を気に入ってくれて、チャンネル登録してくれた人が、6413人超えたら、ま顔、あ、出してもいいかなって感じです。多分そんなことないと思う。うん。 まず、そんな俺のファンっていないからあ。あ、あのね、登録してないけど見てるとか言う人はいる、中には。まあ強いて言えば多分ね、俺ね、スプラトゥーンの動画とか上げたいとか、なんか配信とかしたら多分、スプラトゥーンのファンがつくと思うんだよね。別にスプラトゥーンのファンを巻き込み見たくな,ないしな。なんか、昔はね、ゲーム実況動画とか、実況者みたいになのやってたんだよ、ほんの昔は。何年前ぐらいだろう。10年ぐらい前とか。よく覚えてない。 俺二十歳の時何やってたんだっけ <laughs> なんかいろいろやってたら覚えてんだよな。俺ね、一時期 YouTube でよく動画上げてたんだけど、カラオケ動画とか上げてたんだよ。でもね、やらなかったんだよね。あ、俺の過去の動画見たいよーって人がいたら、この言ってくれれば出しますよ。なんならなんかさ、なんかの形でさ、動画に上げられればいいんだけどな。多分それは難しいか。でも多分できないことはない。やってやれないことはないと思う。 今度ちょっと試してみるか。過去の動画を撮ってみる。うん。やってやれないことないんじゃないかな。うん。ちょっと試してみます。今度。時間があるときに。てなわけでね、ちょっともう10分超えたので早々切り上げます。それでは、今日もありがとう。また明日もよろしく。